リベンジしたいんだけど、で少し調べたんだよ、もうダメで。でしたらさ、ババア覚えてる？ババア。じゃあ余裕。絶対これだ。霧ガラスの羽きた。はい。ドン・キホーテの焼き芋は意外と美味しい。で、有名の K です。はい。時は来た。源一郎をね、倒すためにいろいろ強化しました。はい。忍び義手の忍具のね、霧ガラスってやつ取ったり、ここら辺もね、火吹き術取ったりとかして、あとは一応そのスキル、新しく覚えたのが回復するやつとか、どうにかね、ちょっと強くしたので、源一郎にね、リベンジしていきたいと思います。ぶっ殺すよ、今日は。このために僕は、すごい時間を使ってきた。1回目でやっちゃうかんね。あっちゃー、惜しい。あ、全然、なんだっけ。忍び義手、使い方がまずわかんねえから、勝つ負けるとかじゃねえわ。いや、今回はね、忍び義手使っていくよ。じゃあそれは強いね。殺してくれ。ありがとうございます。あ、弓矢つえ。あ、終わった。これ苦手ー。それがね、避けられねえんだよ、僕。よっしゃ、2段階目久しぶりに来た。よし、こっからマジで。何回ぶりだ、これ。知らねえよ。オッケー、回復したいけど、これは焦っちゃいけないんだよな、確か。回復しよう。オッケー、あ、オッケーじゃねえ。見晴らすさでおくべきか。もう一回入れちゃうもんね、この野郎。死ね、マジで。ほんとマザーファッカーって超久しぶりに言った。来た。ああ、もらった。なんだこれ。周囲に血のなんとかを。心臓やべえ。ちょっとごめん、わかるかな。今まで多分死のダイジェストが今こう流れてて、今やっとこうやって倒したところに来たと思うんだけど、ダークソウルとかのさ、ボス最後一撃与えれば倒せるけど、一撃もらったら死ぬみたいな同じ状態だったじゃん。しかも赤狼でさ、もう本当に今バクバクしてた。やばい。でもすんごい気持ちいい。一番気持ちいい。
うん。はい、で、なんだっけ。ムービーですね。久々だよ、この感じ。あなたが勝ったのですね。勝りました。お主K です。争うつもりはありません、巫女の忍びを。はい、誰でしょうか。あなたは源一郎殿。もしや落ち水を。あれでも落ち水って読むんだ。え、ゾンビ系、ゾンビ系ですか。わしなは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は、うん、人間をやめよう。うわ、死人帰りか、死人帰りか。あーって、そうだよな、こんだけ切ったもんな、お前のこと。さあ、またいつか戦う系か。めっちゃやだな、また戦うの。源一郎とトラウマだよ、源一郎。友達、なんか新しく知り合う友達でし、源一郎って人いたら僕友達になれないくらいね、やられました、今回は。でも今回やっと感じました。はい、ということでね、今回は源一郎リベンジの回ということで、次回ね、こっからまた始めさせていただきたいと思いますのでね、ありがとうございました、ご視聴ね、長々と死のダイジェスト、次は違うようにするんで、またよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。はい。